どうも、ひろばチャンネルのしげしげです。しげパズの第45回をやっていきたいと思います。本日ですが、先ほどですねスーパーゴッドフェスガチャが始まりましたので、こちら引いていきたいと思います。まずは詳細見ていきましょう。はい、アンケート上位60体のみ出現ということで、かなり熱いです。まあ年末年始企画ですね。はい、こんな感じで対象モンスターがトップ1位から10位、あと11位から60位ということで、こちらに書いてあります。まあ狙いなんですけど、やっぱりどうしてもね、闘技場を攻略しようと思うと風神が欲しいということで、風神を狙っていきたいと思います。うん、まあ基本的に何が出ても強いっすね、この中だったら。ただ被りはやめてほしい。例えばアヌビスとかね、2体目とかそんないらないんで、行きましょう。で、今日たまたまね、メールボックス見るんですけど、通算30日目のログインボーナスということで5個届いて15個あるので、すべて使っていきたいと思います。まあ3回ですね、3連。行きましょう。風神、ダイヤ。風神、ダイヤ、ダ、金。あー、不動明王か、微妙。いや、強いんですよ。強いんですけど、手持ち的にね。まあ、アシスト要因かな。まあまあまあ。あと2回ある。1回でもいいからダイヤ欲しい。頼む。風神、ダーキン。あ、カーリー、ありがとうございます。カーリー全然ね、あの、分岐の光の方とかね、強いんで、オッケー。初フェスゲンかな。最後、風神が欲しい。風神、頼む、マジでダイヤ、すごい。カエデかー。キパ。考えてみます。なるほどねー。石ゼロ個になっちゃった。まあ、ただ、どうなんだろうな。不動明王、カーリー、カエデ。どうなんだろうな。ちょっとなんとも言えないな、手持ち的に。キパ。わかんないんですけど、僕はそんな感じでしたと。いうことで、本日は終わりたいと思います。次の動画ではあそこ行きます。テクダン、伝説の樹海、やっていきたいと思いますので、引き続き応援よろしくお願いします。チャンネル登録と高評価もお待ちしております。さよなら。